よくぞ。主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない？喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。アザラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度爪が甘いんだよ。まさに虫けら雑草。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく生にしがみつく。だが神を超えし我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。残念ながらこの程度では我に勝つことは愚か、傷一つつけられぬ。圧倒的な力の差というやつだ。さあ、己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。何？そうか、貴様ら二人が
なぜ者が弟の血を引く者たちか。素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた。魔族に転じて生きながらえ千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。これがザラーム。私たち勝てるかしら。勝たなきゃいけないんだ。この世界を守るためにはな。大丈夫だよ。あんたたち二人だけにこの世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ。必ず勝てる。ダンセルさん。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。覚悟しろ、ザラーム。おい、ヤツの体を見るんだ。みんな、胸の聖杯を狙いな。ヤツの力の源を断つんだ。もう我慢できないわ。世界を救う英雄になりきって遊んだものだったが、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。ギガスラッシュ。まさかラジムの子孫と一緒にご先祖様と戦うことになるなんてね。運命ってのはつくづく不思議なもんだ。千年の人間を終わらせるよ。時に何なのですが、私ちょっとやりすぎちゃった。本にしてみようと思うんです。ズバリ題名はモルネコの異世界大冒険。これは売れそうですぞ。これは闇の檻。現れた人が生きていられないと聞くが、なんですって。どうしよう。このままじゃみんなが。闇の檻を破れるかもしれない。頼んだよ。あんな姿になっても力が欲しいな。ザラームどうしようもないよ。さああいつの不細工な顔をボッコボコにしてやりましょう。みんな全力で戦うぞ。魔王を打ちのめして世界平和にして、そんで腹いっぱいで仕組むんだ。どちらの力も吸い取ることができるんだ。来た。今やつは光の力を吸収してる。何か仕掛けてくれよ。させるか。行くぜ。聖杯を狙え。あいつを助けるんだ。イガブレイク。聞かぬぞ。たかが人間ごときに我が破れる。なぜだ。我の体は神をも超えた我が肉体が。
しようか。オルネーゼ、オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウムも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。さあ、予言の双子、聖杯を取り分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超えた定めの通りに。おい、みんな、うっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで地上へ戻るんだ。城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければならない。予言の終わりと新たな王の誕生な。ほら、ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者はとこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力する。参ったな。あれ、マリベルやミニアたちは？そういえばトルネコもハッサンもみんないない。おかしいね、さっきまでは確かに。探してくる。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。おい、よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。帰る？それって、元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう、行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても、勝手な話よね。ザラームを倒した途端、王になれたなんてさ。けど、私は良かったと思ってるわよ。
双子の王があんたたちで。私もそう思います。お二人が王ならばきっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、シャントハイムに負けないくらいにね。みんな、オイラ帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、我が輩は泣かず泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。うん、そうみたい。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃあ出発。じゃあな。姫様、お待ちください。絶対また会おうな。絶対だぞ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、たぎってきたぜー。